イリエワには現存する世界最大の爬虫類にして頂点捕食者の一つである。頂点捕食者とは実質的に自分自身を捕食する者がいない生体ピラミッドの頂点に位置する上位種のことである。一般に上位の捕食者ほど個体数が少ない他の動物を捕食するライオン。動物学的な意味において捕食とは ある一つの生命の殺害とその生物の消費である。ただし、バクテリアと寄生虫は、頂点捕食者の概念から除外して考える。英語、プリデーションは1932年以降、動物学的な文脈において使われるようになった。頂点捕食者の概念は、野生生物管理と保護において、一般的に用いられる。これらの文脈では、 それは栄養段階に関して定義される。栄養段階とは食物連鎖で結ばれる生態系の動植物に対し生産と消費の段階ごとに分けたもので具体的には生産者、一時消費者、二次消費者、三次消費者、四次消費者、工事消費者及び分解者に分けることができる。一時消費者、二次消費者、三次消費者。 より高水準の位置にある消費者は、自分より、貝の連続した、栄養段階を占めることができる。ある海洋の食物網の研究は、頂点捕食者を4次消費者以上の存在であると、定義づけた。これに対して、陸上生態系においては、最高でも二次消費者までの短い食物連鎖しかない、ことが多い。例えばライオンや虎のような大型猫科動物。 ハイエナや、オオカミなどのその他の肉食性哺乳類、ワニメや大型のヘビなどの爬虫類は、大型の草食動物を捕食するので二次消費者である。頂点捕食者は、必ずしも、強肉食性である必要はない。例えば人とハイログマはいずれも、頂点捕食者であるが、これらは肉を食べるだけでなく、かなりの量の植物を食べる雑食動物である。 頂点捕食者種はしばしば長い食物連鎖の終端にある。彼ら生態系の頂点に立つ者が生態系全体の持続性に重要な役割を担っているが、一方で侵略的外来種のように生態系を破壊する者も,もいる。頂点捕食者はエジキ種の個体群力学に影響を及ぼす。二つの競争している種が生態学上不安定な、 関係にあるところでは、その両方を捕食する、頂点捕食者が安定をもたらす傾向がある。また、頂点捕食者は、捕食者間の関係にも影響を与える。例えば外来の魚が、固有の支配的な捕食者を圧倒することが知られている。一つの湖における調査で、外来種である、コクチバスが人為的に除去されたとき、レイクトラウトがその餌食種選択を、 多様化して、より高時の消費者に移行したことが明らかになった。灰色狼は北アメリカとユーラシアに分布する捕食性の犬科動物である。頂点捕食者による植物生態学のような、より広い生態的特徴に対する影響が検討された。そして、かなりの影響の証拠が頂点捕食者に見つかった。 外来種の北極ギツネが分布する地域とそうでない地域について海鳥の生息数、土壌の林濃度、植物蘇生などを比較検討した結果、北極ギツネの分布域では海鳥数が2桁少なくなり土壌の林濃度が少なく竹の低い草や苔の割合が竹の高いそれと比較して相対的に多かった。この結果が示すものは 北極ギツネが海鳥を捕食して、その結果個体数が減り、海鳥の排泄物によってもたらされるリンが減少し、その結果植生に影響を与えたと考えられる。移入された北極ギツネは草原からツンドラまでや北極の島の植生を変えたと言える。生態系のより低い水準に対する、そのような広範囲にわたる影響は、栄養化スケードと呼ばれる。 頂点捕食者の除去は栄養化スケードを急進的に引き起こすことがあり得る。生態系に影響を及ぼしている頂点捕食者の一般的に引き合いに出される例としてイエローストーン国立公園がある。かつてこの地には灰色狼が生息していたが1926年に絶滅していた。1995年の灰色狼の辞任的な 再導入の後、研究者は、イエローストーン県生態系に、急激な変化が生じていることに気がついた。1990年代には増えすぎて2万頭以上、いたワピチが、灰色狼オオカミ導入後、半分以下に減っていったのである。またこれまでワピチが食害していたポプラとヤナギの、生育に良い影響をもたらし70年ぶりに、ワカギが芽吹き出した。 それに伴い柳を材料にビーバーがダムを作り始めた。水が豊かになると植物も一層豊かになった。他の様々な種の生息地も新たに作られていった。これら灰色狼の餌食種への影響に加えて灰色マ個体群も灰色狼の存在によって影響を受けその数を増加した。灰色マは 冬眠から目覚めた後に、狼が殺した獲物を漁ることで、冬眠中の断食による体力低下から回復するようになったのである。他の数十の種も狼の餌のおこぼれを頂戴していることが資料で裏付けられた。南大頭は、第二次世界大戦の後、ニューギニアからグアム島へ帰還してきた軍隊の貨物に偶然紛れ込むことによって広まった。 次の30年でこの蛇は、グアム島中に広がり、12種の鳥類のうち9種、トカゲの半数、一部のコウモリを絶滅に導いた。グアムの残り少ない固有種にとって、生存が脅かされる、重たる理由のままである。このように、頂天捕食者が外来種になると、時として、生態系に壊滅的な打撃をもたらす。ある地域では、 頂点捕食者である種も、またある地域では、中間捕食者となるケースがある。例えばピューマ、オカミ、ヒグマの3種は、どれも現代の北米における、頂点捕食者だが、彼らの生息域が重なると、ヒグマはピューマを捕殺し、ピューマとオオカミは互いを捕殺、そしてオカミとヒグマもまた互いを捕殺する。この場合最も捕殺されにくいヒグマが、頂点捕食者となるが、 こうした力関係は、各個体の健康状態や周辺環境によっても変化する。シャチオーソナスオルカ等。ありがとうございます。